ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL でなると申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。暴き層、これを使ってくれ、ナムジン。あったんです、そうなんです。グギギ、グギギ。ボギー、そうだね、そうなんだよ。喋れちゃうんだよ。そういうことなんですよ。暴き総戦じた資料をかければ必ずや奴の化けの皮を剥がせる。カルバドの民を目を覚ます。ええ、もちろん。そのために、ストーリーを進めるためにね、やっていくからね。当然渡すよね。外にいる連中を帰らせるから、ボギーはその後に来るんだ。グギギ、グギギ。このナムジンっていうのはなかなか頭の切れる少年だったんですね。いやー、まさか自分の方が騙されると思ってなかったな。明らかにもうこいつはダメ息子、うつけ衆しかしなかったけど、まさかこんなにできるやつだったとは。じゃあルーラでいいんだっけ。話をちゃんと読んでなかったんだけど、多分もう煎じてくれてるのかな。いや、まだワンチャンこの中いる可能性あるから、ちょっといないね。オッケー、よーし、じゃあルーラでピャーっと飛びます。セントフラグだぞ。ワクテカだ。戦闘に飢えてるからね。戦闘に飢えてるからね。早くはぐれメタル借りてー。はよー。ここかな。お、あっ、あっは、デカショナムジンよ。怖くてどうしようかと思いました。なんとも可愛らしい。お、父上、お前の手でとどめを刺すのだ。よし、まだポイエ、サルマナに飛びかかれ。お、謎の障壁が。やはりこれは出たシャルマナー、正体を見せてみろ。何をするナムジンよ。落ち着くのだ、ガルバドの民よ。この女は人間ではない。体が崩れ、いやー、できるな、ナムジン。こいつはすげえぞ。呪言師、シャルマナ。うお、すげえ魔物だ。さあ、今こそみんなで力を合わせ、この魔物を倒そう。クソ、情けない。いや、強い。ワンパン。ふふ、人間ごときはここまで我を怒らせるとは。わらわの計画を邪魔しよって。ここで颯爽とベジータ参上。さあ行きましょうか。応援、スカラ、ピオリム。テンションをマックスまで貯めた方がいいっていうコメントもらったんですよね。頑張って貯めてみようか。でもなんか眠らされたりするとテンション下がっちゃうんだよね。大丈夫かな。まあ、とりあえず防御入れるか。ピオリム、4ターンかかるわけだから通常攻撃が MP を取られる。それは問題ない。かわす。さすがベジータ。相手がなかなか素早いんで、ちょっとピオリム安定ですね、これは。応援ミリア、呪文スカラープラス、呪文ピオリム防御。これ2段階しか上がんないはずなんだよね。で、それでもってどこまで早く動けるか。応援、テンション20、スカラー、守備力が少し上がる。イオラが来る。結構食らうな。サルマナの通常攻撃、盾で弾き返す。
かっこいい。ミリアは守ってる。守ってて42も入ったのか。呪文スカラー、まあ、スカラーよりどっちかっていうと、魔法のダメージを減らしていきたいけど、そういうのはないか。イオラだったからな。ベホイムか。ベホイミ。でも言うてそんなに回復するようなあれでもないか。回復シチュエーションじゃないですね。ルカに防御。ルカにで下がるとうまいんだが。あ、効かねえか。ホイミ。ミリア応援する。テンションが上がる。イオラが来る。さあ、若干回復シチュエーションか。4取られるか。今50だったよね。応援、ベホイミ、通常攻撃入れられればベストだったんだけどな。さあ、100まで溜まってきた。上がりきら、あ、そうか。50で止まるんだったね、そういえばね。そんなし、あったな。そんな仕様が8にもあったね。そういえばすっかり忘れたね。聞きづらくなっちゃったか。いいや、まあそれは問題ないな。トントンと、うー、聞く、気持ちいい。応援、攻撃攻撃攻撃。あ、ちょっとミスったな。プラースは回復させるべきだったか。1でいいから当てろ。よし、いいぞ。これで 1.5 倍のダメージになると思うんだ。を巻き起こした真空波の類か。すっ転んだか。おお、耐えた。100と98。260、260。まあ500ダメージだったんだよね。4ターンで、3ターンでか。4ターン目、3ターン目で500100100だったら、応援ため切らずに、そこまで頑張らずに単発でポンポンいった方が強いね。了解。え、あ、一旦はってことだよね。そうですね。通常攻撃は問題ない。トップを巻き起こした。これまずいな。ハマってんな、これ。よしよしよし。ホイミ、トラジャー、メラミとか効かねえんだろうな。不気味な光か。んでもって攻撃か。太陽拳、あ、効かないのか。ちょっと辛いな。魔法が効かないとトラじゃ全くいても意味がないかな。うわぁ、まずいね。これはまずいね。あ、よかった、メディア効かなかったのはでかい。相当はじっかした。お、呪文の強さ元に戻った。了解。呪文は多分効くから、あとは応援も入るから、これはベストですね。問題ないですね。呪文、メラミ、攻撃で。やっぱこれが安定だな。テンション1段階上げて、キラーピアスで。で、トラジャに関してはメラミで攻撃して、プラスの回復で。多分これがベストですね。現状ではベスト。安定感があるもんな。攻撃、いや、これ結構ハマってるだろう。応援、呪文、ベホイミ、ピオリも一回入れます。攻撃、多分これ素早さ大事ですね。ここぞって時に戦闘で回復できるのは相当でかいんで。絶対先制は取りたい。単性のゲームは絶対に先制が強いからね。先行が、これがきついな。突風が、ミヤのテンション下がった。応援、メラミ、なかなかヒットポイント高いよな。もうそんなに、もう、あ、マジックバリ入っちゃった。イオラ、よし、よーし、いいね、勝ったね。精霊石、よかったよかった。
まさかこんな醜い敵だったとは。魔力が。この煙は魔力なんだ。魔力が抜けていく表現なんだ。スーパー天竺じゃん。まさかの。ただの天竺。お、そっか、果実を食べてあんな風になっちゃったんだ、天竺は。まさかなぁ。やったね。あれがシャルマナの正体だべ。なんでこったい？一人ぼっちで遊牧民どもに怯える自分が嫌だったんじゃ。お前のやろうとしたこと、それは決して許されない。だが力を失ったお前を倒したところでもはや何の意味もない。だが一つ条件がある。僕の大事な友達、このポギーとお前も今日から友達になってもらおう。もう一人で怯えなくていい。いや、できるなぁ、この息子。ドラクエ史上ベストくらいの、できる息子なんじゃない？ドラクエ5の主人公の息子とかじゃなくて、このサブキャラで、モブキャラで出てきた息子で多分トップ5、トップ3には出るくらい、できる息子ですね。テムジン。いや、ナムジン。こいつはすげえぞ。7つ目？お。ダーマ神殿のそばなお多い木か。了解。そうか、そんなに集まったんだね、もうね。みんな眠るのも忘れ、宴を楽しんだ。出た。なぜかドラクエは毎回宴が開かれるかな。よく眠れただか？昨日はすごかったなあんた、カルバドの英雄だ。英雄さ、そういや、族長から話があるらしいんだ。よし。いやー、よかったよかった。問題なくクリアできて。やっぱそれなりにレベルがあるからかな。戦闘も慣れてきたし。よく聞け、カルバドの民よ。俺は族長の座を降りる。未熟だと思っていた息子はいつの間にかこの父を超えていたようだ。今のお前になら安心して託すことができる。できる息子、テムジン。いや、ナムジン。私が族長ナムジンである。よき家カルバドの民よ。私たちは誇り高き遊牧民族。何者にも縛られず道を切り開くのが私たちの生き方。自分たちのものでない力に頼り切るなど誇りを捨てたのを同然。遊牧民の誇りを忘れなければ自分を見失うことはない。強くなるのだ、カルバドの民よ。まるで、どっかのお城の王子様みたいだけど、遊牧民だからね。遊牧民にしといたらもったいないわな。この勇敢さ。この頭脳、もったいないよな。それじゃあまた。墓参りか。これは行った方がいいのかな？結構遠いんだよな。一応行って終わろうか。そっちの方が動画的にも良さそうな気がするんで。ちょっと遠いけどね。さてと、次回はダーマ神殿のところからスタートっていう形になりそうですね。ダーマ神殿の青い木のところからか。はぐれメタルと早く遭遇しないかな。はぐれメタルフラグがねコメントで立ったんですよね。いるよっていうコメント、倒せるよっていうコメントをもらったんで、早く倒したいんだけどね。もうメタルブラザーズもね、いいんだけどね。やっぱ経験治療の多いはぐれメタルだよね。7000くらい増えると思うんで。早く借りたいなぁ。結構、あとなんダンジョン？どれくらいクリアしたらはぐれメタルまで会えるのかなぁ。会えるとこまではパパパと進めたいんですよね。やっぱ来て正解だったね。手入れがしっかりしている。そうだな。大丈夫、ちゃんと見てますよ。母上どうかご安心を。いるよ。
ます、見ていますよ。よかった、よかった。珍しくハッピーエンドだな、今回は。この成仏は、ハッピーエンドだね。妖精の腕は。ドラクエはね、なんとなくこう、あれっていう感じで終わっちゃったりすることが多いからね。こういう風にスッキリ終わってくれるとすごい嬉しいですね。さあ、よかったよかった。ではね、今回はここまでにしておきましょう。それでは、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。